みなみちゃんが一番、あっ、いやバレるバレるバレるいや絶対バレるでしょ。あれ、うん、あなたは2年の東雲先輩です。見られたもんね、飛んでる姿。いや陸上部に何か用ですか？あれ、私の記憶が、見られたのは夏乃ちゃんの時だっけ。うわ、荒らされてるの絶対そうじゃん。開いてる。 BJ いる？ BJ は、あ、よかったよかった。見つかりそうだけどね。無事？よかった、うん、洗濯物に隠れてたのね、うん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 、あの2年生、うん、BJ のこと探してたの？おそらく。もしかして MIB？ でもノートとか見られてたらやばい。狙いは、うん、はあ、私も疑われ始めてる、うん、急いで騎兵を見つけなきゃ。円盤にあるのよね。円盤って言ったってどうせ日本製なんでしょ。そう呼ばれる管理システム、はあ、やっぱりそうだよね。でどこにあるの？うん、どこにあるとかじゃないんじゃないの？飛べる場所だけど。バッグも開いてる。バッグも開いてる。これも調べてたんだ。はあ、夏乃ちゃんがもうやばいやばいっていうかいろいろしてるのはバレてるんだろうね。行こう。時坂神社から行くのね。行きます。東雲先輩に見られてたのはさっきの2年生、うん、外にいるかも。いるでしょうね。見つけたら走って突っ切れ。分かった。見られてたのって夏乃ちゃんだっけ。いや三浦くんもなんか見られた気がするんだけどな。いやあれはいつの話だっけ。いる？いやでも東雲先輩この柱とかに綺麗にいないわね。隠れてるからいるかもしれない。とりあえず行く。突っ走って時坂神社へ。あ、いないね。時坂神社で見られてるからな、一回。いや、いないいないいないね。うん、着いたよ着いたよ。起動。どうしたの？封鎖されてる。今日は無理なの？はい。はあ。セクター3？2025年。40年後。私50代じゃない。40年後。複雑だな。はい。行ってみる。うん、はい。飛びましょう。ん？ここどこだ？あの奥側か。ここ？東雲先輩が寝てるところか。崩れそう。うん。2025年もやられたんだ。うん。なんか落ちてるよ。調べて。何か落ちてる。うん。生徒手帳じゃない？うちの学校の生徒手帳。うん。2年 A 組。あ。東雲涼子。青色。顔写真。部室で見たあの人だ。うん、なんでここに？ここで寝てたんだよね。 A 君を追ってる時にここ来たよね、確か。この廃墟まるで誰かが生活してたみたい。うん、あ、確かに本当だ。あれ？前もこんなに荷物あったっけ？円盤はすぐ近くなの？すぐ近く。うん。置いてけぼりはなしよ。なしよ。絶対ついていくからね。行きましょう。置いてかないでしょ、中身三浦君だったら。そこでたまる。東雲先輩。はい、先輩もタイムトラベルを、うん、来ると思って先回りしたのよ。はあ、ここは426の隠れ家だもの。仲間なんでしょ。やつ。誰？知らないよ。東雲先輩はずっとそれだな。こんなとこ初めて来たのに。うん、とぼけるな。南夏の後でじっくり奴の居所を吐いてもらう。撃たないで撃たないでね。でも今はそれを持ち帰るのが任務。持ち帰るのが任務。データユニットを渡してもらうわ。やめて。伝わるかな。はい。はい。はあ、興味ないわ。興味ない。あっ。BJ は連れて行かせないから。撃たれる。この子は撃ってよ。ああ。これで連れてかれちゃうんだ BJ が。隠してって言ってたもんね。寒い。大丈夫？記憶を消すタイプの銃じゃなかったよね、あれは。どこだ、ここ。え、記憶も消されてる？そうだ。うん。BJ、あ、よかったよかった、覚えてるちゃんと。いないよね、連れてかれてるよね。もしかして。あ。南夏野がここに取り残されてるって言ってたね。ここに取り残されてるって言ってたぞ、どこかのシーンで。そっかそっか、このシーンか。 BJ！ いないよ。こっちにもいない、うん、ゆきちゃんがめちゃくちゃ心配してたんだよね。これは、うん、もしかしなくても、うん、まずい状況なのでは。まずい状況です。帰れない、うん、87%。 肘山高田6回でこれでアンロック条件高宮由紀のイベントなっちゃんのクリア。円盤と向かうために2025年にやってきた南たちだが、426の仲間と疑う東雲涼子に BJ を奪われ、南は1985年に戻れなくなった。 BJ が南夏野が置いてけぼりになったみたいな感じで言ってて、ゆきちゃんが取り乱してるシーンがあったね。じゃあこのままアンロック条件が高宮ゆきのイベントなっちゃんのクリアだから、多分関係はしてるから、ゆきちゃんこのまま行きましょう。相葉エリカの正体は実はドロイドで、犯罪者の泉十郎だった。ドロイドは森村たちの包囲を振り切って逃亡、高宮の前から姿を消した。これは橋の上でボロボロになった玉緒さんのドロイドがピョンって飛び降りて逃亡したところからだよね。行きます。よしよし。相葉、奴はどこへ逃げたんだろうか。うん、いや、それよりもなっちゃんだ。そうね。関ヶ原に進展がないか確認しよう。はい。そうだね、なっちゃんが行方不明のまんまなんだよね。ちょっと日を改めてやっていきます。見直した方がいいよね、未来の廃墟。あの廃墟の町、うん、近い将来この町も襲われて、うん、あんな風になっちまうだと。そうね、簡単には信じられない。相葉エリカの正体はロボット、うん、いや正確には泉十郎という意識だけの犯罪者だった。そうね。私の体にナノマシンを入れ、うん、何かを企んでいたらしい。そうだったね。なっちゃんが行方不明になって何日だ。そんな経ってるのかな。食料は探せばあると聞いたが、うん、心配だ。そうね、関ヶ原たちのいる旧校舎へ急ごう。旧校舎にずっといるんだっけ。よし、ちょっと見渡して。あ、でもくしゃくしゃの髪なくなってる。降りる。1年組の廊下行くこともできるし、旧校舎に行くこともできるんだ。とりあえずでも物語的には1年組じゃなくて旧校舎に行けっていう感じだから、こっちで行きましょう。いる？誰かいるか？いるか？来たぞ。ゆきちゃんが来たぞ。隠れてるのか？怖くない？ユニットっていうかAI が隠されてるかな、BJ みたいなの。隠し場所ってそういうことだっけ。いねえな。ここに隠れると言ってたのに。まだ探してくれてるのかな。それとも捕まったとか。あれ前回そんな感じだったっけ。あれ、これ私見てるか？あ、いたいたいた。よかったよかった。A 君の様子おかしくない？どうしたんだ関ヶ原。うん。ああ、はいはい。なんだそれ。記憶が。うんうん。あ、おい。覚えてるか？まだ記憶はある。はい。薬が切れただけだ。頭が痛い状態ね。俺のことより、南夏野だろ。セクター3で居場所が分かったぞ。分かったんだ、よかった。三浦。まだ推測ね。確定ではない。確定ではない。だが、ここにいる確率は高い。何の反応だろう。探しに行こう。行きたい。でも。そうか。関ヶ原が。でもゆきちゃんは行けるよね、すでに。行けないかな。俺は置いてけ。そうだよね。そのためにお前を待ってたんだ。お前を待ってた。それにいけないかな。黒服はターゲットを俺に絞っている。そうだね。協力者に見えると厄介だぞ。確かに。一緒は避けた方がいい。めっちゃいい人じゃん。無理はするなよ。こっちへ来い。こっちへ来い。なんだよ。座り方。あ、これ隠された。持ってけ。使い方がわかんねえよ。南を助けるのに必要になる。ってことはもう襲われてるってこと？驚いた。代わりと言っちゃなんだが、俺のメッセージを三浦が持ってる。はい。もしも記憶をなくしたら俺に見せてやってくれ。だからあそこにあるから拾いに行けって土手で言ったシーンはそこ。それか。お前はこのままでいいのか。どうする？俺は自分のことで手一杯だからな。そうだね。記憶なくなっちゃう。東雲の薬が保健室にあるはずだ。三浦が急ぎたがってる。行ってくれ。一人で行ける？薬取ってくるまでゆきちゃんやってあげても良さそうだけど。セクターさん行こうか、BJ。A 君がいい人ですね。体を張って仲間を助けようとしてる。BJ。それで。なっちゃんはどこにいるんだ。ここからちゃんと 3.2km 呪いの薬自然に集まる場所がある。それちゃんと生きてるよ。あのロボットが。夏野ちゃん。呪いのは何かを見つけた。何かってなっちゃん。ドロイドってあの悪だよね。分かってるよ。やってやら。でもさ、すでにこっち行けないのか。すでに襲われてて助かる？なっちゃんのとこ。どっちだ？案内しろ。案内しろ。南東 3.2km。いや、これで生きてる？もう食べられちゃわない？めっちゃ。この間は大丈夫なのかな。なんかこのさ、ドロイドってさ、この中には入ってこないけど。入ってこない。一歩でも出たら捕まえに来る。捕まえに逃げ込んでからますます集まってきてるし。そうなんだ。持ってきた缶詰も昨日で最後。やばいじゃん。カツカツだった状態。節約して飲んでた缶ジュースもついに体。喉カラカラになっちゃう。どうしたらいいんだろう。誰にも知られず。大丈夫だよ、大丈夫だよ。来たぞー、ゆきちゃんが来たぞー怖いな。打ち方が素人。安心する。打って頑張って打て。待ってくれてるじゃん、すごい。近い打て。はい、オッケー。バッテリーを狙え。あ、コアのとこやったか。あ、やったっぽい。ジャカの扱いなんて知るかよ。ジャカ懐かしい。コナン君でしか聞いたことない。さすがです、センスあるって。ゆきちゃん抱きしめてあげて。やっぱりよかったね。ゆきちゃん。いや、泣いちゃうよね。やっと見つけた。もう大丈夫だでもなんでゆきちゃんがラッちゃんがいるならヒーローだから、他の惑星にだって飛んでくよ。めっちゃ大好き。あーかわいい。千葉シールドを生きてる。あ、だから守ってくれたってこと？はあ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 。戻ってきてくれたのね。でもこのジンモールって敵のシステムじゃないの？これって騎兵とかじゃないよね。そうだね、早めに帰ろう。早く帰ろう。行こう。また撃つの？どんな化け物でもぶっ飛ばしてやる。はい。うん。よく弾あったね。三浦くんじゃない。関ヶ原くんがいっぱい持ってたってことかな。あ、ラストバトルになった。今のでもう終わりなんだ。南の居場所が判明した。高宮は立ちはだかるドロイドを打ち倒し、再会した南を両腕で力強く抱きしめた。あれ、ゆきちゃんも騎兵乗れるよね。乗れるんじゃなかったっけ？ちょっと見たい。クリアした人はこれをとりあえず見た方が良さそうな気がする。高宮ゆき。はい。あ、ゆきちゃんは何も増えてないんだ。あー、後半が全然ないんだ。ちょっと見ていく、ゆきちゃんの編。1985年特務機構スケバンの高宮ゆきはメガネの男井田哲也に桜高校に潜入するスパイとしてスカウトされた。で、街中で不良グループに絡まれてたゆきちゃんを網口柊君がバイクで救い出すみたいな感じだった。どっか行ってる中で森村千尋が敷島ビルに入るところを2人が見てるのかな。その後桜高校にゆきちゃんが入ってきて、なっちゃんと「あれ、なっちゃんどうしてここにいるの？」みたいな感じになった。いおりちゃんが夜更かしして街中に遊びに来てる時のシーンが次のところっぽい。黒服に絡まれちゃったところをゆきちゃんがぶん殴ったんだ。で、東雲先輩が BJ なのかわかんないけど BJ と同じ箱を見て、なんか未来の私の映像を見て、なんかもうショックを受けて気絶するんだよね。で、その後ぐらいからなっちゃんがいなくなる。で、なっちゃんのノートを頼りに時坂神社で失踪の手がかりを探す。収穫はない。その後旧校舎のトイレだっけ、桜高校の女子トイレでボヤ騒ぎがあったから女子トイレに来たらトミちゃんのメガネが落ちてるのを発見する。トミちゃんはその時正門にいて、まあ、話が違うってなった。で、その後また不良と喧嘩して補導されてゆきちゃんはなんか重機の事故が発生してることをお西さんから聞いた。で、夏のちゃんのノートにロボットって書かれてたから、その重機とロボットが一緒なんじゃないかっていうことで造船ドックへ向かった。で、造船ドックに向かう電車の中で相葉エリカっていうのは本当は相葉エリカじゃないのを知る。敷島ドックに忍び込んだ高宮だったが、東雲とゴーと蓮也が立ちはだかる。で、ゆきちゃんは鎖骨に覚えのない印が浮かび上がり、高宮はまた騎兵に関わる存在であることを告げられた。これは撃たれてないのかな。撃たれてないけどあるってこと？東雲涼子の頼みで隠していった装置に箱が似ていることを思い出し、高宮ゆきは再度装置を教室から取り出した。しかし起動の仕方が分からず困っていた高宮だったが、そこに現れた関ヶ原 A が慣れた様子で装置を起動してみせた。そして三浦と呼ばれるロボットと共にセクター3の置き去りにされた南夏野のもとに向かう。で、一旦時坂神社からセクター3へ移動したけどなっちゃんはいなかった。で、旧校舎に如月富の姿をした壊れたドロイドを発見して、その後一緒にいた相葉エリカが泉十郎に乗っ取られてたことに気づいて、相葉エリカちゃんがゆきちゃんのそばからいなくなったんだよね。で、その後、三浦くんに「なっちゃんの居場所が分かったぞ」って言われて、今のほぼ最後のシーンに行った。なんかゆきちゃんは1985年と2025年にしか行ってないんだね。とりあえず今のゆきちゃんのストーリー上ではそこしか行ってないみたいで、その後にデートに誘われる。ゆきちゃんの全ての話が終わった後に柊君にデートに誘われて、乗って行ったら外壁にたどり着いたんだよね。網口柊は高宮ゆきを人質に取る井田哲也と対峙する。その際井田の命令で稲葉美幸の機能が停止させられてしまう。東雲涼子の機材操作により彼女と井田と高宮が網口と黒服を置いてセクター4へと行っ転移する。網口と黒服は中枢で脱出策を模索していると、そこに南夏野が現れた。結局そのあの後に柊君が黒服側の人に監視されるようになりました。この東雲先輩と井田哲也と高宮ゆきちゃんが帰ったシーンの後に理科室に帰ってきて、そのまんま理科室で井田先生を撃っちゃったんだよね、東雲先輩が。で、その後東雲先輩はもうそのことをすっかり忘れてるんだけど、ゆきちゃんからよく撃ったなみたいな感じのことを伝えられる。関ヶ原へ逃げた先で謎の少女と出会う。荷物を調べるとそれには起動し、ある一つの記録映像が再生される。なんかなっちゃんを助けに行く時に、俺が記憶を失ってたら俺のメッセージを見せてくれっていうのをここでやってるんだね。で、冬坂による学校案内。まあ、とりあえずゆきちゃんの話はこんな感じ。この後がまだ全部見えない感じだね。はい、じゃあゆきちゃんは終わったから、もう一回戻れるかな。アンロック条件高宮ゆきのイベント、なっちゃんのクリアで夏乃ちゃんのとこ戻れるから、1985年に戻れなくなったなっちゃんのところからやっていきたいと思います。多分次がラストになるんじゃないかな。よしよし、頑張ろうね。かわいいな。ここなら大丈夫じゃない？あれ、河原は広いし誰もいない。兵が現れても大丈夫。今から呼ぶのですか？あ、夜を待った方が良いのでは。すぐ送り返すらしいから。あれ、ていうか三浦君と BJ 一緒にいるの？大丈夫大丈夫。うん、切り替えたい。ここで？なんで？うん。三浦の ID を使用していた。それまではこの BJ の権限だったってこと？私が19番騎兵を動かしたためだ。はあ、19番騎兵を動かした。そうなんだ。うん。ほう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 。伴い。記憶領域？それダメじゃねえか？どうするの？はい。ああ、それできるの？消失はしないってことね。さすが BJ。うん。もちろんいいわ。この子もでも三浦くんなんだよね、多分未来の。私ロボットに乗って戦うっていうか、別のセクターの BJ と一緒になっちゃんを危険な目に遭わせるわけには。そうね、乗ってほしくないだろうね。戦うなら私の方が。お、そうなんだよね。なんだって、これ知らないんだっけ？そうだね。もちろんよ。最後の戦いはこのセクターにいる生きた人間の子たちが基本戦うってこと。はい。シュンってスタートする。ほっぺをシュンってするのかな。ほっぺペリペリってする？やっぱそうだ。シュン。おー、かっこいい。でもほっぺこうするのさ、普通の日常生活とかでやっちゃいそう。本当だ。戻さないと。戻さないと。どうすんの？確かに。もう一回シュンってする。あ、あれ？あ、あれ待って待って待って。BJ が動かなくなってる。消えた。え、BJ が。BJ、これってうまくいったの？BJ？ え、どうしたの？なんとか言って。どうなっちゃったの？彼はもういない。どうして？記録情報は彼しか受け取れないが、彼自身と情報の両方入れるには容量がないってこと。探査装置の記憶容量が足りない。はあ、自分を消去して領域を確保したんだ。それ先に説明してほしかったでしょ。嘘だよね BJ。 ずっと寄り添ってきた BJ。 やだね。本当に託したって感じなんだろうね。ザ・ラストバトル南編クリア。バイバイ。南は17番キーハーを呼び出すと同時に彼は消滅した。南は BJ と交わして約束を守ることを誓う。BJ って言ってるけど未来の三浦くん、なんかこうこの世界のことをある程度知ってる、何巡かしてる三浦くんがBJ としてそばにいてくれたんだよね。多分その芝くんだったりしっぽだったりとかも、ちょっとまたやってることは特殊だけど同じ存在なんだろうなって思ってる、立ち位置的には。森村先生とかもそうなんだろうね。はい。じゃあどうしようかな。三浦慶太郎くんもやるか。郷と蓮也の口から関ヶ原 A の名前を聞いた三浦は昭和19年に出会ったスパイ容疑の男を思い出した。はい、やっていきます。この三浦慶太郎くんと BJ の三浦くんはだいぶ違うよね。なんだか無性に会いたくなった。彼女の声が聞きたいな。聞きたくなりそう。彼女はまだ学校だろうか。元気な声はいいよね。ちょっとまた後で行くね。眺めてから行く。この時代では夜も明かり。桜高校に行く。行方不明になってる時は一緒にいるのかな。一緒にいるっていうか知ってるのっけかな。多分入るタイミングで会う。慎太郎の方かな。入るタイミングで会える。部室とへ向かう。夏野さんは向こうだな。待って待って、夏野ちゃん。どうしよう。どうしたの ？BJ いないとか？そんなに慌てて何があったんです？そうだよ。三浦くん、どうした？いなくなったの BJ が。きっと迷子になったのよ。迷子になって、MPI に連れて行かれたんじゃない？連れて行かれちゃう。わかりました。手分けして探しましょう。探しましょう。勝手にどっか行っちゃうことないんだよね。でも A 君がいてから A 君と一緒にいるシーンあるからな。校舎内を探してください。 A 君に連れてかれたんじゃん。学校の敷地を一回りしてみます。ありがとう、お願いね。いやでもあんなの外歩いてたらめっちゃみんななんだこれってなってるでしょ。この時代だったらスマホすらないんでしょ。どこ行くんだろう。旧校舎にいそうじゃない？正門付近。BJ が一人どっかに行ってるシーンとかあったっけ？囲んでいるのかと思った。誰が飛ばしてんだろうな。北校舎の裏の方へ飛んでいったから無線部のやつらが遊んでんじゃないか。四角くて変な形だった。絶対そうじゃん。ヘリコプターには見えなかったな。飛んでるのか。北校舎の裏。そうだよね、旧校舎の方だな。それはじゃあ BJ が自分自身の意思でなんか探査してるってことかな。いますか？いないな。いない。いやもう中入ってるんじゃない？いる？回転翼の音だ。これは BJ の音。帰ってきた。来た。探したよ。なっちゃんが心配してたよ。どうしたの？目立つとまずいんじゃなかったか？夏野さんが心配してるぞ。そうだぞ。逆に探されてたのね。ちょうどいい。こちらも尋ねたいことがある。勝手に一人で動いてってこと？A 君ね。お前が関ヶ原の言っていた三浦なのか？そうだ。三浦慶太郎。分かりやすく説明してほしい。どういう三浦慶太郎？何を聞いても驚くものか。BJ なぜそんな姿に。世界が滅びた時、私は死んだ。死んでるんだ。君たちに代わり BJ で戦うため蘇った。人工知能として。君たちに代わりっていうとこの子たちの後に死んでる感じの言い方なんだけどな。騎兵探している騎兵で戦っていたのか、あの化け物と。そうだ。姿が探査装置なのは問題が発生し、はい、あははは。ん ?72% の人格は騎兵の中にあるってこと？ってことはあの騎兵がなくなっちゃった時点で未来の三浦君はいなくなっちゃうってこと。夏野さんは知っているのか、三浦慶太郎だと。いや知らないだろうね。前の世界では出会えなかった。変わらず一途だね。未来から来たのなら知っているはずだ、これから何が起こる。そうなんだよね。過去。そうなんだよね。セクターを移動してる。未来の三浦慶太郎だろう。なんか喋り方変わってきてる。あの記録映像のすべてか。記録映像のすべて。約束しろ。最後の進行が始まるまでに記録を調べ、解決策を探すと。解決策を探す。技術作戦では、はい、君たちは破滅だ。破滅だ。そうなの？千尋の計画。約束しろ。なぜ私に頼む？三浦慶太郎だから。私は間もなく。